ちらカメモンドです。リアルご真相ぶちかます。はい、ということですね、今日も SSR セルツベンスの時間がやってまいりました。こちら SSR セルツベンス代表、河合モンドです。全数知る空手をケース外観館長でもあります。武道と護身双方の観点から見ることができます。ぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということですね、まずですね、宣伝させてください。総合審査アクター講座オンライン、こちらの方やっております。毎月ですね、行っております。ぜひともですね、入会していただきたいと思います。私、SSR セルツベンス代表、河合モンドはですね、こちらの護身術の方をですね、担当しております。ぜひともですね、参加していただいて、リアルな護身術を感じていただきたいと思います。よろしくお願いします。そしてですね、リアル護身術をぶちかます場合、河合モンドね、これです。特製 T シャツですよ、出ております。私のサインも入れることができます。あとは、怖いな、怖いな、うざいな、うざいな、稲川モンド T シャツ。シャツこちらも出ております。ぜひとも購入していただきたいと思います。それとは別にですね、各種護身術 DVD それからダウンロード、販売しております。こちらの方もですね、護身術ね、一番これ売れております、ね、サイレスプレイ講座これダントツですね、売れておりますので、ぜひともですねこちらの方も購入していただきたいと思います。あと陰徳術講座ってですね、これサイレスプレイ陰徳だとかそういったこともですね紹介している動画公開してますので、DVD ダウンロードぜひとも購入していただきたいと思います。トワーズさんの方から購入できます。ぜひともよろしくお願いします。はい。あとはですね、SSR セルディフェンスリアル講座というものが11月中に行うという私はお話聞いております。ぜひともですね、こちらの方もですね、受講していただきたいと思います。東京の方で行われますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい。そしてですね、ドネーションということで、寄付の方も受け付けております。ぜひともサポートの方をよろしくお願いいたします。はい。詳細はですね、説明欄の方から講座等を紹介してますので、そちらの方に振り込んでいただくか、もしくは現金書き留めと送っていただく、もしくはですね、まあ、様々な方法で私の方サポートできるということですので、DVD だとか、ね、もしくは受講していただくとか、ね、いろいろなやり方がありますので、サポートの方をよろしくお願いいたします。はい。あとはですね、護身具ですね、こちらの方販売ちょっと考えております。ぜひともですね、ね、これ協力できますよっていう方、私今ちょっといろいろと計画してますので、ぜひともですね、私の方まで連絡してください。推進アンダーバー ryu@yahoo.co.jp こちらまでよろしくお願いいたします。はい、ってことですね。はい、今日のトピックなんですが、ですね、こんなことがありました。職質中に男が警察官4人を刃物で切りつけ暴れる。自分で首を切る自傷行為も緊迫した逮捕の瞬間っていうことですね。で、これ映像が出てますね。はい。これ行きましょう。警察官4人が男に刃物で切りつけられた事件。殺人未遂の現行犯で50代と見られる男が逮捕された。取材をすると取り押さえられるまでの男の危険な行動が浮かび上がってきた。はい、突然刃物を振りまし、警察官に取り囲まれる男、右手には刃物が握られている。すると男は自身の首元に刃物を近づけた。警察官、やめろ、やめろ、刃物を捨てろ。次の瞬間、警察官の一人が警棒で男のナイフを叩き落とす。しかし男は落としたナイフをとっさに拾い、取り押さえようとする警察官めがけて突然刃物を振り回し、暴れ出した。ってことですね。これは埼玉の集合住宅の駐車場で起こったんですけど、ですね、この直前男は警察官4人を刃物で切りつけていた。そうですね。だから切りつけられてるってことですね。すでにもう被害が出ていたと。警察官が負傷していたってことですね。はい。警察官は負傷していたと。4人負傷していたってことですね。はい。被疑者、首から血が出てる何か押さえるもの。男が取り押さえる際自分で首を切りつける自傷行為に及び、病院で手当てを受けているというってことですね。まあまあ、こんな事件がありました。ちょっと映像の方を見ていただきましょう。では、どうぞ。どうでしょうか。これね、ちょっと私も確認をしたんですが、ですね、まずさすまたを持っている警察官がパッと来ている映像。で、それで、まあ、4人ぐらいで取り囲んでるのかな。まあ、大勢で取り囲んでますよね。大勢で取り囲んでいるところを、まあ、多勢に無勢ですよ。一人ですよね。刃物持ってこうって。そんなに大きいナイフには見えなかったな。
それに対してさすまたを持っていた警察官がつくんですね。ついてるやつをさばいて、パッとさばいてますね。避けてます。ついてるやつを避けてる。打撃が通用しなかったんですね。で、さばいたやつをやって、こういう風に返して、こうに行ってる。で、それをまたこうに動かそうとしてるけど、それをまた避けてるんですよね。だから私がさすまたは使えないっていう動画で、まあ、リンク貼りますよ。説明欄に。出した通りのことをやってますね。要はさすまたをうまいことコントロールしてるから、さすまたが使えてないってことですね。まあ、それがあり得ますね。ね。で、各種いろんな方向から、形状で叩いたりだとか、警棒で叩いたりだとか、さすまたはまた何とか使えようとしててやってるけども、さすまたは完全に抑えられてコントロールされちゃってるし、他の多方向から来た人間に対しても刺してますよ、こうやって。ね。で、4人、警察官4人負傷して、しちゃってるってことですね。要は切りつけられちゃって負傷してるってことだから、怪我をしてるってことですね。まあ、運が悪かったら、この警察官多分亡くなってた可能性って非常に高いってことですね。なので、まあ、今回運が良かったっていうことですよね。結局。運が良くて、なんとかなったけど、これね、ヤフコメの欄のコメント欄とか見ても、やっぱり多かったのが、もういい加減銃使いましょうよって、いつの時代なんですかっていうのが多かったし、あとはテイザーガン使いましょうよっていうのがありました。私はテイザー銃、まあ、テイザーガンもいいだろうし、まあ、テイザーか銃か、サイルスプレー、ポリスマグナム、ね。こういう方法があると思うんですよ。で、ポリスマグナムとかだったらもう一発で相手は無効化できるから、テイザーの場合はやっぱりやってストンと落ちればいいんだけど、効かない場合もあるから、一回で効くか効かないかなんで、一回撃っても二撃目はないんですよね、テイザーは。それを考えなきゃいけないから、そうするとテイザーも持ってて、サイルスプレーも持ってる。まあ、ポリスマグナムも持ってるってことが一番いいかなと思います。で、最終手段としての銃。でも銃を使うってことは相手を、殺してしまう可能性っていうのは非常に高いから、銃を使うっていう選択肢は多分出てこないと思うんですけど、まあ多くの警察官では。まあなんだけど、まあ使ってるっていう事件も多いですよね、警察官。なぜかって言ったら中間武器が装備されてないからですよ。中間武器が装備されてないから、しょうがないから銃を使ってるっていう形になってますよね。できることなら多分殺したくはないと思いますよ。射殺はしたくないと思います。だけど、日本の警察官はその中間武器がしっかりと公に、装備できてないがゆえに銃を使わざるを得ないような状況に追い込まれてしまっているということですね。これは上層部の方はもう一回ちゃんと考え直してやった方がいいと思います。これはちょっと遅れてます。非常に遅れてます。これ国民も感じていることです。これはこのコメント見る限りもう国民もすごくこれはおかしいと思ってます。いつの時代やねんって、さすまたいつまで使っとんねん、こんなね、命をかけてやりました、手負傷しました、取り押さえました、警察官すごいじゃないんですよ。そんなことやっとったらいつかは警察官がね、負傷して亡くなる事案って出てきますよ、どんどんいっぱい。今までも出てるでしょ、交番襲撃でも亡くなってる人も出てますよ、出てますよね。だから私が言ってるのは、もう、なるべく早い段階で中間武器を取り入れる。もう海外の歩調に合わせる。もう海外はもうそうなってるから。当たり前なんですよ。やらざるを得なくなってるから。当たり前ですよ。いつまで経っても古いやり方なんてもう通用しないの分かってるから。だから、ガチガチの頭を、硬い頭っていうのをぐるっと柔軟性を持って、中間武器を取り入れなければいけないという状況になっております。いいですか。ここのところはですね、ちょっと指摘したいなと思いました。もう今回の映像見たら一発ですよね。さすまた使えねえし、他の棒とかも使えてないでしょ。ああいう形になるんですよ。バンバン動いてって。なんでそこまで警察官命かけてやらなきゃいけないの？やる必要ないでしょ。命かけてやんだよって。いつまで根性論でやっとんねんって話なんです、これは。いいですか？私は警察官の方々の命を危惧しております。そちらの生命の方を危惧しております。安全性を危惧しております。いいですか？私は警察官の方の味方です。だから、そう考えたときに、上層部の方、早いとこ、現場でいる警察官の方のために、ポリスマグナム、サイレスプレー、ポリスマグナムが一番いいです。いいですか？ OC の強いですね。サイレスプレー、それからテイザーガン。いいですか？ね。必ずこの二つ、最低でも揃えてください。あと特殊警棒はいいです。サブでいいです、これは。サイレスプレーとかテイザー使った後で抑える技でいいです。初めから一発目に行くもんじゃねえから、こんなん。ね。だから手足の延長でしかないんですよ。形状であろうが、ね。警棒であろうが、それからサスマタで、サスマタ一番使いにくいでしょう。サスマタであろうが。手足の延長でしかないんですよ。相手掴まれてグッてやられるでしょ。こうやってやられてたでしょ。こうやってグッ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 って動かされてたでしょ。もう映像見たらもう明らかでしょ。だからいい加減、そこのところは私は直した方がいいと思います。はい。これはもう何回も警告してるんだけど。もうそろそろなのかな？来年ぐらいにはもう導入するのかな？はい。テイザーガンとサイレンスプレー、ポルスマグナムを導入していただきたいと思います。はい。これは警察官の、皆さんの警察官の、ね、現場で働いている警察官の方たちの切なる考え方でね、願いであり、そして国民の、日本国民の切なる願いでもあります。ぜひとも考え直していただきたいと思います。はい、ということですね。はい、それでは今回ですね、これで終了したいと思います。また SSR されてますが、論破しました。いきます。リアルウォッチンズ。
ぶちかます。